北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、北川先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、リスナーの方からご質問をいただいていますので、お伝えしたいと思います。あ、その前にですね、感想来てるんで、感想の方を、はい、読んでもいいですか。53歳の男性の方からいただいています。先日行われた甲子園、先生、早川さんはご覧になりましたか。私は宮城に住んで22年、今では育英高校の校歌を歌えるほどになりました。すごいですね。ぜひ2連覇してもらいたかったのですが、最後まで頑張ってくれて、見ているこちらも元気をもらうことができました。悔しかったけど準優勝です。胸を張って帰ってきてほしいと思います。子供たちも自立し、毎日変わり映えのない日々ですが、毎年ワクワクした気持ちを与えてくれる高校球児に感謝の気持ちでいっぱいです。この場を借りて気持ちを伝えたく、メッセージを送らせていただきました。今年の夏も楽しい思い出をありがとうございましたということで。先生、高校野球とかご覧になるんですか。はいはい、あの好きですね。高校の時は、自分の高校が昔は甲子園で優勝したことがあって、伝統校だったんですね。あ、そうなんですね、はい、すごい。で、私の高校時代はとても強くて毎年甲子園に出てたんですけど、それからだん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 こう、あの私立の強豪校がだんだん強くなって、はいはい、今はもう 出れなくなってしまったんですけどね。あ、そうなんですね。はい、だからまあその時の高校時代のこう、あの熱狂といいますかね、こう自分の高校が甲子園に行って優勝したこともあるんですね。はい、だからその熱狂というのがまだ残ってて、なんか青春時代の思い出として、ちょっとノスタルジーなところありますよね、高校野球。ありますね。いろいろ思い出しますよね。はいはい、あの時のあの暑い夏、なんか同級生が空振りしてなんか泣いてしまったとかですね、仲のいい友達野球部だったのでとかあります。僕もあの高校、まあ、僕はサッカーでしたけど、野球部やっぱ強くて甲子園行ってきて、そのね、あの最後甲子園のあの土土を持ってきてみんなに配ってたのとかなんかありましたね。まあ、そのくらいなんか甲子園ってやっぱ特別です。あれがあの土の一番最初始めたのは私たちの高校のあのが初めてだとか。あ、そうですね。先生のその高校は なんていう名前なんですか。小倉高校っていうんですけどね、昔の、はい、あの小倉中学、小倉で負けて甲子園に来れなかった病気の友達のために、その子があの甲子園の土を持っていって帰ってきてくれって言われたとか言って。あ、素敵な。そこからなんですね。それがなんか話題になって、それからみんなが持って帰るようになったっていうエピソードが紹介されてましたけどね。はい、すごいですね。もうこの方のご感想のおかげで、なんか今すごいお話がね聞けて、なんかちょっと僕も得した気分だったんですけど。なるほどね。はい、ということで感想ありがとうございました。じゃあ質問の方も読みますね。はいはい、こちらですね、45歳女性の方からいただいています。北川先生、早川さん、こんにちは。いつもためになるお話をありがとうございます。先日、長い夏休みが終了し、直前になって宿題を片付ける子どもたちに夜中まで付き合いました。私自身は7月中に宿題を終わらせていたのに、いつもギリギリまで宿題をやらない子どもたちは将来どうなってしまうのか心配です。手伝ってよいのか、見守るべきなのか、先生や早川さん、夏休みをどう過ごされましたか。ご自身の夏休み、お子様の夏休み、どう過ごされたか教えていただけると幸いですということです。ありますよね、夏休みの過ごし方、宿題いろいろ。早川さんはどうなんですか。ちゃんと宿題できるタイプだったんですか。あ、僕どうですか。あんま覚えてないですけど、なんかギリギリに一夜漬けとかそういうタイプでは全てにおいて昔からなかったので、割と、いやでも今はかなり前倒しますけど、昔は一夜漬けじゃないですけど、なんかやっぱ最後の1週間ぐらいで畳みかけてやってた気はしますね。うん、先生は。私は全然ダメでした。ダメ。はい、いつも半分以上残したり、あ、宿題、あの、なんか、バタバタしても間に合わなかったとか。あ、じゃあもうギリギリどころか、間に合わずにできてなくて行ったみたいな。あの頃はなんか結構、夏休み月に、10日に1回ぐらい学校に行かなきゃいけないとかあったんですよね。結構、はい、夏休み長かったんですけども、
それも結構サボってたり、行けなかったりとか、ダメ校がずっと続きましたね。宿題ってなんかどんな感じだったんですか？つまり、まあ、また今ね、今お子さんいらっしゃるっていうか、子供の今の時代ちょっとまたわかんないですけど、僕の時はやっぱりいわゆる、絵日記とか、あと自由研究とかあって、はい、なんか勉強っていうより、まあやっぱり夏休みの宿題っていうのはちょっと特殊な、例えばドリルやるとかじゃなかったんですけど、先生どうでした？提出物でしたよね。だけど私は全くダメでしたね。夏休み中ほとんど半分以上できなかったし。何してたんですか、夏休み？逆に、なんかものすごい遊んでましたね。こうトモ取り行ったり、山行ったり、川泳ぎ行ったり、うん、でバッと寝てしまって、あ、またしなくちゃしなくちゃって思いながらほとんど出なくて、もう一夜漬けもなんかぐちゃぐちゃぐちゃとにかくずっと小学校の時はダメでしたね。中学の時もあんまりしてなかったかな。とにかくそういう宿題は苦手でした。はい。それはなんか、まあ今宿題やることないでしょうけど、なんか今もその、それこそ気質はあんまり先生変わってないですか？変わってないですね。なんか、ねばならないことがあると、なんか、なかなか難しいですね。うん、早川君とのこれもなんか、迫ってくると、ああ、なんか材料なんかいるかなと思うけど、なかなか遠ざかって、自分の好きなことをやってることからこう題材を探していくとか、うん、ああ、そうですよね。そういうことになってしまいますね。だから、もう全然僕の体験から言うと、うん、よく勉強してた人たちもいるけど、そうでない人たちも結構、なんか伸びしろが大きいって言いますかね。はい、そうですよね。はい。大谷の本を読んでると、やっぱ好きなことだけやってる人、を見つけた人はやっぱりその方面でこう伸びていくっていうから、平均的にあれこれできる人でなくてもいいのではないかなとか。そうですね。まあどの道を歩むか、真面目であれば心優しければいいとは思うんですけども、うん、僕はこの方の話で言えば一番大事なのは、ずっと付き合ってくれてる母親と父親がいるっていうのがすごくその子供にとっての安定感と能力を伸ばすことにつながるような思いがありますね。はい、今先生おっしゃったやっぱそのね、まあ多分いろんなタイプいるじゃないですか。もうすぐ終わらせちゃう人もいれば、ギリギリもいれば、先生のようにって言っているんですけど、なんかもう全部は、まあ、ね、宿題間に合わないというかやらない人もいるかもしれないですけど、なんか、そういう意味では、なんて言うんでしょう。そのお子さんにある程度合わせて、まあ本当に人の道外るっていうのはね、別かもしれないですけど、そうでなければ、この宿題にかかわらず、やっぱり見守るというか、寄り添うというか、なんかそういうものが大事なんですかね。そうですね。教えていくことは、こう、人を騙すとか、裏切るとか、なんか、自分勝手に生きることをしないことを教えていけばいいんじゃないですかね。うんうん、あとのことは、そういう勉強なんて、こう、80になっても英語を、で英語以下はできる人は80から始まった人もいますもんね。そうですね。今いい時代ですしね、学ぶの。なんかそういう知識を貯めることはこう発信すれば何歳からでもできるからですね。栄養管理士になって今活躍してる人が NHK で出てましたけども、その人ももう40過ぎてから突然なんか今までの怠け者だったけれども、人のために行きたいと思って栄養管理士って国家栄養管理士も取ったとか言って今、はいはい、なんかそういう活躍して生き生きされてる方がいるから、うん、なんか母親の愛と父親の愛がぴったり、なんか注ぎ込まれた方は、なんか人生がいいんだと思いますね。うんうんうん、なんか母親と父親の愛に欠けた人は、どこかが苦しむから、この人のようにこうずっと付き合ってあげて、見守ってあげる、まあ、この間言ったように無償の愛とか、はい、あと父親としてのこうなんかそういう愛情大事だよという感覚、大好きだよという感覚でそばにいてくれたら、その人は絶対知識以上のものを得てすごい安定した人生を送れると思いますね。そうですね、うん、今その先生愛情って言ったように、 まさにねこの方も、まあ、もちろんお子さんへの愛情ゆえのこの質問だと思うんですけど、やっぱりここにもあるようにね、
自分は宿題を終わらせていたタイプなのに、いつもギリギリまで宿題やらない子どもたちは将来どうなってしまうのか心配ですっていう言葉があって、やっぱり先生が、僕も気をつけてますけど、やっぱり子どもとかをね、見送るときにね、気をつけなさいとかじゃなくて、やっぱりその辺の心配性って愛情の裏返しもあると思うんですけど、やっぱその辺はね、気をつけないとってありますよね。うん、そのお母さん見てて自分が大丈夫だったと思うんですね。人生これ多少の失敗あったけれども、人を傷つけたり大きな失敗したり、なんか世の中に騒がすような人生の失敗をお母さんはしてきてないと思うんですね、はい、だったらその子は大丈夫だと思います。うん、そうですね、はい、じゃあ心配ないですね。はい、全く。だから愛情さえ、大好き、愛情さえあれば、うん、その子は自分の道を選ぶことがあって、かえって良き人生を送るんじゃないですかね。そうですね、うん、まあ欠点があって、欠点っていうのはないと思うんですけども、うん、いろんな方面の才能っていうのがあるから、うん、でなんかほっといても自尊心というのができるみたいですね。この立花さんという人の本を読んでみて、立花明さん、先週の、ね、はい、話にありましたね、はい、その自尊心を傷つけると人間はすごい怒りに発するとか不安定になるとかいうのが実験で確かめられてますけども、うん、まあ、その生きる根源に関わる部分っていうのが愛情だと思うんですけどね、はい、それは自尊心とか幸福度につながるみたいですけども、特に一番大事なのは、お母さんが付き添ってる、大事に思ってる、かけがえのない息子だっていう、うん、意識を持ってるだけで、なんか、すごく僕はありがたいですね。はい、不良にならないと思いますね、うんうん。そうですね。その自尊心って確かにあると、なんか、いろいろあっても本当の大きくは外さなそうですよね、道をね。うん、なさない。大きく、殺人と麻薬さえしなければいいと思いますね。騙すことと強盗とか殺人と麻薬に手を出さなければ、もうこの人生はいいんじゃないですかね。うん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 、いやね、きっと今日のお話聞かれてこの方もね、安心されたと思います。またぜひね、お便り、ご質問いただけたらというふうに思います。さあ、この番組では引き続き皆様からのご質問ご感想を募集しております。詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思います。そして、もう間もなく10月20日にはですね、2泊3日で長野で断食会、そして来月11月10日から12日は佐賀で断食会が、ございます。ぜひ、貴重な機会ですので、チェックしてみていただけたらと思います。そして、同じく11月の今度22から26日、久しぶりに東京で、先生の原画&、作品展、作陶展、陶器ですね、展覧会が、あります。光の小道原画と、小読み写真、そして先生がね、今まで、大切に作られてきたあまり売りたくない陶器をね少しずつ、一品を出す貴重な機会ですので、こちら22日から26日、ございますので、こちらぜひお越しいただけたらというふうに思います。ということで北川先生、今週もありがとうございました。ありがとうございました。